2023年度の日本防衛予算、概算要求額で、史上最多の5兆5479億円が確定したとの情報をキャッチしました。今回は、史上最多額5兆5479億円の中身を詳しく見ていきますね。世界で、一番危険な場所とも言える、日本遅すぎると感じています。安倍さんは言ってた。日本の防衛予算は、来年度である2023年度の予算の概算要求額が、これまでで史上最多となる5兆5479億円となると決まり、これに加えて、現時点では、金額が確定しない事項要求も、別となるため、さらに増加が期待される。目下のところ、2023年度の概算要求額の使途として、大きな比重を占めているのは、敵側の射程距離外から攻撃を行うことを前提とした、長射程のスタンドオフミサイルの保有数の増強であり、この整備に重点を置いている。日本における、今後のスタンドオフミサイルの配備の中心に位置づけられているのが、現在は陸上自衛隊で配備が進められている12式地対艦誘導弾に改良を施したもので、主として能力向上型と呼称されているものである。現行のこの1式地対艦誘導弾は、最大でも射程距離は 200km 弱ほどと見られているため、南西諸島の防衛を固める陸上自衛隊にあっては、現状では、その射程距離の短さゆえに、それらの島々に、複数の配置を余儀なくされている。しかし、今後、1式地対艦誘導の能力向上型では、まず、はじめにおよそ 900km を、次いで、最終的には、およそ 1500km ほどへと、射程距離の延伸を目指しており、南西諸島を防御する上で、カバー可能な範囲が大幅に広がることとなる。また、1式地対艦誘導弾の能力向上型では、現行のような地対艦攻撃用のプラットフォームに止まらず、海上自衛隊の艦艇に搭載すること、航空自衛隊の航空機に搭載することも目標としており、汎用性の高いミサイルとなる模様だ。すでに、令和4年の防衛白書においては、製造元の三菱重工業者の、1式地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体の画像が掲載されており、大きな主翼とステルス性を感じさせる外観に変化していることが見て取れる。こうした取り組みによって、1式地対艦誘導弾の能力向上型は、生産数と効率を従来以上に高めることが予想され、これによって、一発あたりの製造コストも大きく引き下げることで、調達数自体を増加させる好循環となることに期待したい。また、防衛省では、南西諸島等の防衛力の強化に向けて、2026年度の実戦配備を目標に、島嶼防衛用の新型の高速滑空弾を開発中であり、この目標の後の同兵器の能力向上型の開発も継続する方針であることが、これまでに報じられている。この新型の高速滑空弾とは、本体にロケットモーターを搭載した垂直発射方式の兵器であり、そのロケットモーターで、高々度まで到達した後、弾頭部分の複数の滑空弾に分かれて、極超音速で敵目標を攻撃するとされている。弾頭の滑空弾自体は、自ら推進力を持たず、地面の通り、文字通り空中を滑空して飛翔するが、敵の対空ミサイルでの迎撃をかわすために、不規則な軌道で滑空し、GPS 等の精緻な誘導によって、敵目標に着弾させることを基としている。現在、中国海峡局の艦艇の出没が常態化している。尖閣諸島周辺海域までは、沖縄の那覇からは、およそ 400km ほどの距離があるため、この新型の高速滑空弾は、
そこをカバーすべく、およそ 500km の射程を持たせる方向の模様だ。ただ、南西諸島の防衛を鑑みた場合、この新型の高速滑空弾が、いかに弾頭部分が分かれて、複数の滑空体として攻撃を行う兵器とは、いえど、上陸した敵の車両等を攻撃すると考えるのは、的が小さすぎて、さすがに無理があるだろう。阻止歌点もあり、新型の高速滑空弾が攻撃目標とするのは、当初、その構想が明らかになった際に示された、そうした用途が、本命ではなく、敵の艦艇を攻撃するための対艦用途に用いることが、最終的な目的なのではないかとの指摘もある。これを裏付けるかのように、新型の高速滑空弾の能力向上型では、装甲貫通力を高めた、強化された弾頭を実装することが打ち出されており、これは、いわゆる他国で開発中の対艦用の極超音速兵滑空隊に準じる兵器となるのではないだろうか。一二式地対艦誘導弾弾の能力向上型にせよ、新型の高速滑空弾にせよ、こうした新型のミサイル兵器を日本が開発する理由は、無論南西諸島を脅かしている増強著しい中国軍に対抗するためだが、差し迫った具体的な脅威が見えているためだ。中国は、ロシア製の地対空ミサイルシステムである S-400 を調達することが、ほぼ確実視されているが、同 S-400 は、最大有効射程距離が 400km にも及ぶと見られており、速度はマッハ6にも到達すると言われている。中国が、自国の沿岸部に、この S-400 を配備した場合、尖閣諸島までの距離は、およそ 330km ほどであるため、すっぽりと、その周囲を、攻撃可能な範囲に収めることとなり、航空自衛隊の戦闘機を、そのエリアから、締め出すことが可能となる。そのため、日本側としては、中国が配備するであろう、沿岸部への S-400 を念頭に置き、そのおよそ 400km とされる射程外から、2022年時点での主力戦闘機である F-15J イーグルや F-2 を使用した攻撃を行える体制の構築が急務となっている。航空自衛隊では2022年現在、いわゆる第4世代戦闘機として F-15J イーグルの近代化改修済みの機体を約100機、F-2 を約90機、そして最新鋭の第5世代戦闘機としてF-35 ライトニング2A 型を27機保有して運用中ではある。F-35 ライトニングには、A 型を105機、B 型を42の合計147機を現時点では調達する計画ではあるが、数の上では、まだまだ F-15J イーグルや F-2 が主力であり、これらの戦闘機に実装する兵装を、長射程化することで、戦力を保つしかない。S-400 が F-35 ライトニング2のような第5世代戦闘機のステルス性能を持った機体をその程度抑止できるのかは未知数であり、近年慣れに見る大国同士の戦争となったロシア・ウクライナ戦争でも、そうした最新の戦闘機等はほとんど投入させれおらず未知数だ。ロシア・ウクライナ戦争では、両国ともに全般的な航空優勢を確保するには至っておらず、現在は、東部のドンバス地方を制圧中のロシア軍が、かろうじて、その地域限定で、ある程度の戦闘攻撃機による空爆を実施するに止まっている。それだけ地対空ミサイル網が張り巡らされた地域への航空戦力による攻撃は、その損害に比して得られるものが少ないこと、費用対効果に見合わないことが表面化しており、長射程で、精緻な兵の必要性が実証させれていると考えられる。さて、これまで見てきたように、2023年度の防衛費の概算要求では、
長射程のスタンドオフミサイルの取得を推進する方策に重点が置かれているが、政府としては、これ以外にも、6つの項目を挙げ、防衛力の抜本的な向上を唱えている。その一つが、陸上配備型のイージス・アショアに代わるイージスシステム搭載艦の建造で、従来のミサイル防衛に止まらず、一蓋式地対艦誘導弾弾の能力向上型等の新型ミサイルの実装も、視野に入れての運用が検討されている。次が無人航空機であり、これまでの偵察、監視用途以外に、攻撃にも使用可能な機体の研究に着手するとされ、また、陸、海、空の三自衛隊にまたがることに加え、宇宙やサイバー空間を包括する作戦領域の拡充体制の構築も挙げられている。さらに、人工知能の活用による情報戦分野への取り組みの強化、最後に、三自衛隊の持続性と強靭性の向上を図るため、人員を収容する施設の増強と、弾薬類の生産と備蓄の体制を強化することが盛り込まれている。